どうもチャンテルです。はい、どうもやってきました、チャンテルの一人語トークです。今日は最初からこいつを喋り相手に置きます。その初めからね、撮影する前から置けって話なんですけど、ある映像制作のプロジェクトがあるんで、ある映像制作のプロジェクトがあって、ちょっとそれに必要な素材をね、サロンワーク後にちょっとちゃちゃっとタイムズスクエアで撮ってきたんですけど、まあ今日疲れたなーってか、なんかすごくないですか、この仕事後にちゃちゃっとこうタイムズスクエアにってきたって言えちゃうこの距離感で、まあやっと家着いた。今日はなんか疲れたな。こうでも疲れたって言葉はちょっとネガティブだからあんま使いたくないんだけど、じゃあこう言おう。今日は忙しかった。でね、今映像制作やってて充実した毎日が遅れてて、チャンテルね、まあ今のも疲れたっていうネガティブな言葉だなってちょっと思ってたんですけど、忙しいっていう言葉も、まあ、ちょっとなんかネガティブかなってチャンテル思ってて、でインスタグラムの質問ってあるじゃないですか、こう質問ここにテキスト入れた質問答えれるみたいな、あれで忙しいに代わるポジティブな言葉って何ですかってみんなに投げかけたんですよ。そしたら結構ね、あ、なるほど、そんな言い方があるんだなんてちょっとチャンテル思って、で、まあ、大体ね多くこう3つぐらいに絞られて、あ、なるほど、じゃあ今後ちょっと忙しいっていう言葉を、まあ、こんな言い方に変えてみようかなってちょっとちゃんと思って、でその中の、トップ3が、まず一番多かったのは忙しいに変わるポジティブな言葉、それは、充実してるっていうのが、まあ、一番多くて、で2位が、2番目に多かったのが、人気者。あ、なるほど、そんな表現の仕方あるかと思って、忙しいにね、まあ、確かに言われてみたら忙しいってことは、まあ、人から求められてるからこそ忙しいのかなってちょっと思って、あ、人気者っていう表現面白いな。で第3位がなんだっけな、忘れちゃった、第3位がね、なんで言ったっけな、第3位、世界が僕を放っておかない。あー、なるほどなるほど。でもう一個代理同率3位で、まあ、3位って言っても1人しか答えてないんですけど、治安よしです。まあそんな忙しいっていういろんな言い方があるんで、ぜひチャンテルの600万人のあのファンの方も、忙しいっていう言葉はなんとなくチャンテル的にはちょっとネガティブなんで、まあ充実してるなとか、まあちょっと人気者だなみたいな感じに言ってみてもいいんじゃないかなと思っております。これニューヨークに売ってるこのなんかオレンジジュース、これチャンテルの大好物です。ついでに、ちょっとインスタグラムでもなんかまあ、ちょっと面白い質問を投げかけて、今回みんなからコメント来たら YouTube でチャンテルの独り言トークでちょっと答えていこうかなと。でその投げかけた質問の内容が、このチャンテルと出会った一番最初の時の思い出っていう質問で、まあちょっと投げかけて、みんなからどんな答えが来るかが楽しみで、思うんですけどね、こう人今何気なく近くにいる友達とか知り合いとか、実際こう10年20年の付き合いになると、一番最初に出会った瞬間の時とか、その時のことってこう忘れがち、改めて振り返らないと
あまり思い出すことないなって思って、そういえばみんなチャンテルと出会った時のことを覚えてるのかななんてちょっとふと思ったんで、まあ、こんな質問をみんなに投げかけて、これでなんかインスタグラム通じてこの僕の YouTube でなんかトークできたら面白いなと思って、まあなんでちょっと一つのトークテーマとして、あのチャンテルと出会った時の日を覚えてるか企画、まあ今日はこんな感じで、今回がこれが8ドル放送になるので、そのコメントに、返信するのは9ドル放送、もしくはコメントがバーッとなったら10ドル放送にちょっと前編後編みたいな感じで続くと思うんで、今後もチャンテルの独り言トークお楽しみに。それではまた、さよなら、グッバイ。